同は行政区画の一つ。中国に起源し、日本、朝鮮、ベトナムに置かれていた。現在も道を置いているのは、日本、大韓民国、朝鮮民主主義人民共和国である。多くの場合、最も上位の一級行政区画として位置づけられる。ただし、国、時代によってはそうでないこともある。また、いずれの道にも属さない道以外の一級行政、区画があることもある。英語では総称としては、サーキットと訳す。これは本来は、欧米における巡回裁判所の巡回裁判区や宣教師の巡回教区のことである。ただし、現代日本の北海道は、県と同様に、プリーフェクチャー、朝鮮の道は、プロビンスと訳す。唐は、627年、全国を10の道に分けた。これを、貞観10道と呼ぶ。元宗期の733年には一部が分割され15道となった。これを開元15道と呼ぶ。また、道より細かい行政単位として州が約350あり、州のもとに県が約1550あった。ただし、州、県は道とは別系統の行政区画であり、道の下に州があったわけではない。領は全国を5つの道に分けた。清と中華民国初期では、一級行政区画である省の下に道が置かれた。日本書紀に登場する四、道将軍の記述から、律令制以前に四、道が置かれたとする説がある。前田春人は四、道将軍の神話自体は、史実とは認めないものの、ここに描かれた四、道動き七同成立以前の大和王権の地域区分であったとし、四、道将軍は、その成立を説明するために創作された説話であると、する説を唱えている。五紀七道律令制下では五紀七、道が置かれた。五紀は、いずれの道にも属さず、紀内と総称された。道の下には、国が置かれ、五紀と合わせて68国があった。ただし、西海道以外は、実際に、道の行政機関が置かれることはなく、名目的な行政区画だった。7世紀から12世紀頃の西海道は例外で、太宰府が道の行政機関となった。明治政府は1869年、北海道を追加し五紀八道とした。しかし、琉球と小笠原諸島及び、列強の南下政策で喪失したが、日露戦争後南部を回復した、樺太など、内地の一部や、外地には、併合前の道を踏襲した朝鮮を除き、道は置かれなかった。南陽道問題も参照。1871年の廃藩置県後、五紀八道は明確な廃止令こそなかったものの、徐々に廃れていった。現在、行政区分として唯一の道が存在する北海道についても、函館県、札幌県、根室県の3県を経て1886年、北海道庁が設置されたが、北海道は単なる地域名に過ぎず、行政区画としては庁が置かれた。1947年、地方自治法により北海道庁は廃止され、以降、北海道には行政区画としての道が置かれている。なお、道は法的に他の都府県と同じ位置づけである。現在の日本の行政区画は、1都1道に府43県からなり、北海道は唯一の道であるため、現代日本で単に道といえば北海道を意味する。また、主に日常会話では、他の都府県については、東京、大阪、愛知などのように、都、府、県を省略して呼ぶことも多いが、北海道の場合は、道を省略して、北海と呼ぶことはほとんどない。高麗は、唐の十道に倣って、995年に十道を置いた。関内道、中原道、河南道、江南道、嶺南道、嶺東道、山南道、海洋道、1日方道、西道、である。高麗は1018年に後、道領海を置いた。陽広道、慶祥道、全羅道、甲州道、西海道、北海、東海、である。1390年には、陽広道、甲州道、西海道から一部ずつを取って、京畿左道、京畿右道を設けた。1413年には、京畿左道と景気右道を合わせて、景気道とした。李氏朝鮮は全国を八道に分けた。これを、朝鮮八道、または鳥林八道と呼ぶ。李氏朝鮮は、高宗大の1895年、八道を23府に再編したが、1896年、それらをさらに13道に再編した。これを、朝鮮13道と呼ぶ。13道は、8道の一部を南北に分割したものである。13道制は、日本統治時代も続いた。道の長官は、道知事である。内地の府県知事及び、北海道庁長官と、地位、権限は同様で、独任制である。郵便局その他の特別の官庁の権限に属するものを除いて、道内の行政を管理する。朝鮮総督の指揮監督は、受けると同時に、管内の行政事務に関して職権、または委任の範囲内で、密令を発し、これに3月以下の懲役、または禁錮、拘留、100円以下の罰金、または科料を付することができる。同知事のもとに、知事官房、内務部、財務部及び警察部が置かれる。その他、同知事の補助機関は、内地の府県知事のそれと同様であるが、朝鮮独自のものとして参与官がある。これは勅任、または総任の官であり、もっぱら、朝鮮人が任せられ、道知事の諮問に応じ、または臨時命を受けて事務に服する。また、同評議会が設置され、同地方費その他の予算を審議する。北朝鮮の行政区画韓国の行政区画第二次世界大戦直後、いくつかの道が分割された。南では、米軍占領時代の1946年、全羅南道からチェジュ道が分割された。北では、北朝鮮独立直後の1949年に、黄海道が黄海北道、黄海南道に分割、環境南道から両江道が分割、1954年には、平安北道から自公道が分割された。これらにより、道の数は17道となった。ただし、2006年に、チェジュ道が、チェジュ特別自治道となり、厳密には16道1特別自治道となっている。ただし、慶畿道と江原道は、南北分断により、軍事境界線の南北にまたがることとなった。そのため、江原道は、南北双方に存在し、これを2道と数えれば、計18道になる。一方、慶畿道は、北朝鮮側の全域が1955年に、どの道にも属さない海上直轄市となったため、慶畿道は、韓国側にしか存在しない。なお海上直轄市は2003年に解体され、前年に設立されていた海上工業地区が一級行政区画となり、残りは、黄海北道へ編入された。一方、1946年には、慶畿道からソウル特別市が分割され、いずれの道にも属さない行政区画となった。独立後は、さらにいくつかの都市が道から分割された。韓国では、釜山、大邱、仁川、広州、太田、蔚山の6広域市が。北朝鮮では、平壌、海上、南浦、婩先鋒の4直轄市と、新ウイジュ特別行政区、金剛山観光地区の計6都市が道から分割された。ただし、平壌以外の3直轄市は現存しない。海上については先述の通り、南浦虎村は特級市に格下げされ元の道に再編入された。これらの結果、現在の韓国、北朝鮮の一級行政区画は以下の通りとなっている。括弧内は地図での記述。なお、韓国は実質に、北朝鮮の統治区域にある以北5道という行政区を管轄するため行政機構がある。帝朝と前、黎朝の時代20道があったとされるが実態は不明である。李陳朝は最上級行政単位に道を用いた。黎朝は当初慶市の他に5道小線を置き、後に12道に再編し、さらに江南道を増置して13道とした。元朝は道を廃止し23鎮4営に再編した。帝政ローマ後期における最上位の行政区画、プリーフェクチャー・プレートリオを道と訳すことがある。道参照。前田春人、日本古代の道徳 ISBN 46億4202万2929。ありがとうございます。